他、ナレーター。医療コミュニケーション学講師、脳梗塞患者と家族のための自立支援の会、代表理事、栃木未来大使、株式会社、アクシス流代表取締役。栃木県宇都宮市出身。高校ではマスコミに憧れて、新聞部所属。大学の時、女子大生ブームに乗り、バラエティ番組に出演して、 テレビの面白さを知りアナウンサーを目指すきっかけとなる。国学院大学文学部卒業。1986年テレビ、岩手報道局アナウンス部入社。1989年文化放送の契約アナウンサーとなる。吉田てるみのやる気、まんまん、の中継リポーターなどを担当。1990年フリーに転身。主にナレーションを中心に活躍。 tbs、ブロードキャスターなどの情報番組でニュース、ドキュメント、バラエティあらゆるジャンルをこなした。2006年突然脳梗塞に見舞われ、失語症となったが、猛烈なリハビリを経て放送業界に復帰。2008年、脳梗塞患者と家族のための自立支援の会を発足。独自の滑舌法、タイムラグ克服法などで、 失語症患者の社会復帰を後押し、講演活動にも積極的に取り組んでいる。2008年5月12日、株式会社アクシスドゥーを設立。2010年、世界脳卒中で、日本キャンペーンのパーソナリティを務める。脳を軸にした言語リハビリ、就業支援を行うなど、社会復帰を後押しする。また、東京大学大学院医学系、 研究改良コミュニケーション分野の研究生となり、医療現場のコミュニケーション学を学び、即実践できる、言語、非言語コミュニケーション教育に取り組む、東日本大震災を機に農業を開始、農業ネットワーク団体、農人たちで農薬を使わない、野菜作りに勤しみ、脳、健康、コミュニケーション教育を軸に幅広く活躍。2010年12月10日、 栃木未来大使の移植を受ける。以下、ナレーション2008年毎月第3土曜日に、ライフワークとして始めた、失語症患者のための朗読会では、朗読を通してのリハビリを行っている。2013年1月に、本格的に失語症患者の社会復帰に対する意見、交換会を実施。趣味で自転車旅を始めたのがきっかけで、自転車林業エッセイを執筆。 もともと旅好きだったため、2007年に自分流に自転車を楽しむ、一人人形を実践。和行袋を担ぎ、ロードバイクで女子一人、海を渡り、大それた計画もなく、島巡りを始めた。与那国島、テルマ島、五島列島とすっかり、旅と和行の魅力に取りつかる。地域活性化を視野に入れた自転車で町おこしを、シンポジウムで発信するなど、 日本の自転車行政や街を元気にする活動を積極的に行っている。2009年5月、等身大で綴った和行エッセイ、自身の体験から得たハウツー女子林業のすすめ、自転車女子一人旅を出版。モバイルサイト、自転車クラブ彼女を自転車に乗せるには、もサイ。会社概要、アクシスドゥー。2020年7月31日閲覧。長田舞子。 人、沼尾広子さん。毎日新聞、P4。世界のお卒中での日本のパーソナリティを今年から2年間、務める。栃木未来大使の方々栃木県。2020年7月31日へ閲覧。2016年1月4日のラジオ番組表テレビ番組表の記録。2016年3月28日のラジオ番組表テレビ番組表の記録。ありがとうございます。